大宝寺は、愛媛県上受けなぐ熊高原町にある新聞州、豊山派の寺院。菅尾山、大閣院とゴース。本尊は十一面関世音菩薩。四国八十八箇所令場の第四十四番札所で、中札所と言われる。標高五百六十メートル付近にあり八十八箇所中五番目の高さ。本尊新聞、オロニキャワカゴエカ。 今の世は、大悲の恵みすがおやまついには、三田の近いよぞ待つ十一面観の菩薩札立像事例によれば、くだらから来た清掃が携えてきた十一面観全音菩薩を山中に安置したのが始まりである。大宝元年に、秋から来た明神右京、早との兄弟の漁師が、その観音像を見つけて、草案を立てて祀ったといい。 相乗を受けた文武天皇の勅命によって寺院が建立され、元号に合わせて事号を定めたと言われている。公認13年に空海が大鈴、この際に天台宗から新言宗に改修されたという。二平二年に失火により寺は消失、方言元年、後白河天皇の直死が天皇の脳の病気併与を祈願したところ病が治ったため、天皇は 妹宮を住職として下校させ、関西さんの直学を送り、直願寺として七道河蘭を有する寺院として再考されたという。その後、天正年間には、長祖壁元地下の陛下で再度消失するも、元禄年間に、伊予松山藩主、加藤義明などの支援で、蜘州集法師が再考し、松平の祈願書にもなった。 明治七年には三度目の全焼を被ったが、地元の人々によって、再興を果たした。七福神堀で観音堂町中にある草門をくぐり、進むと左側に、達中跡の境外駐車場があり、赤い欄干の直視橋を渡り山中に差し掛かり、左側の道を上がると、二王門がある。さらに石段を登ると境内で、左手に、長津場があり、右に、農協所がある。 さらに石段を上がると両側に手狼がある。左が古いもので、右は太平洋戦争で亡くなった地元の英霊を供養する平和の鐘である。正面に本堂が立ち、本堂の右側にブロンズの十一面観音立像が立ち、さらに右に大師堂がある。大師堂の右奥に皇居大師堂がある。本堂の左の奥に堀で観音堂がある。 本坊の前にある池に、石の船に乗った七々福人がいる。国出席県指定有形文化財、県指定名称熊高原町指定有形文化財、金剛力士像、芭蕉塚熊高原町指定天然記念物、鉄道バス道路熊大師道奥熊大師道,道は、大田から寺の境外仏道である。本尊は、工房大師。伝承によれば、平安時代初期、空海がこの地を、 巡釈中、山中を歩いて疲れたため休もうと一軒の民家を訪ねた。その家には、熊という名の老女が住んでおり、空海を手厚くもてなした。さらに折っていた布を切り取り、空海の汗を拭うために差し出した。感銘を受けた空海は、何か願いはないかと問うと、熊は、ここは山の中ゆえ何もありません。この地が、後の世まで栄えるようになるのが望みです。 と答えた。これ以後、この地は栄えるようになり、地名は、老女の中から熊と呼ばれるようになったという。熊は、地元で数形され、後世、ここに、大指堂が築かれた。両本原四国八十八箇所四十三赤市、寺四十四大宝寺四十五、岩屋寺大熊大指堂に関するカテゴリー。ありがとうございます。